あんな高いところにあったんだ。俺にはとても真似できないよ。さてと、これでやっと荷物を運ぶことができるな。あとはこいつをイカダに乗せて。だー！こりゃ重すぎるな。そうだ、助けてもらったお礼に、この宝箱、あんたにやるよ。とてもイカダには乗りそうにないからな。じゃあ、俺は行くよ。ありがとな。行くよって、あの人どこに行ったんだろう。この先は、確か崖だよね。あなたたちのおかげでやっと自由になれたわ。あの、一つ聞いてもいいですか？何かしら。ここにもマルタの魔法がかけられてるって言ってましたよね。だったらマルタの封印袋はどこかにあるはずなんですけど、何か知りませんか？それなら、この水の神殿の守り神、巨大魚を起こす必要があるけど。今は難しいわね。巨大魚を起こすには私のハープが必要なの。でもそれも私が閉じ込められた時に水浸に取られてしまったし。もしかしてあなたたちが探しに行くの？ありがとう。でも気をつけてね。ハープは私の目の前で4つのパーツに分けられて持ち去られたの。それでハープの右側、ハープの左側、高音の真珠、低音の真珠はバラバラにどこかに隠されているはず。
ハープがしっかりの音通りに嬉しいわ。ありがとう。さあ、少し離れててちょうだい。巨大魚を起こすわ。 認められたみたい。 これが大神殿ね。あとは自分の目で確かめなさい。
ぞ参られた巨大魚に認められし者たち。我ら神殿の民を代表して歓迎いたします。ここに来られたということは、まぶたの封印袋をお探しですな。そうですか。ではまずこれをご覧ください。これは国家の卵ですか？ではその卵を割ってみてください。の反射器といって、封印袋を収めている扉を開くからくりの一部なのです。カモフラージュのために国家卵に似せた殻で隠していたのですが、それが災いしました。国家がもう一つの卵を持ち去ってしまったのです。本物の卵と間違えたんだ。その通りです。しかし国家がどこへ持ち去ってしまったのか、このからくりを作動させるには2つの神秘の反射器を必要とします。まずはそれが揃わないと。確かにこの反射器に間違いありません。さあ空いている台座にこれを。それでは天窓を開けましょう。封印袋を求める者、その寮の瞳に光。まぶたの魔法によって降り続いている雨が早く上がってくれるといいのですが、まぶたゲートはいろんなエリアに隠されています。見落としのないようお気を。
Thank you.